遅い。わざわざ呼びつけておいて遅れるとかありえないよ。そろそろ帰ろうかと思ったよ。これで大したようじゃなかったら、私の尻尾が怒りで天をつくよ。そうだった。うわー、すごい量。これ全部あんたが拾ったの？これだけ集めるのに何日かかったのさ。まあもうこんなことされたらもう怒れないじゃん。アンガト、これだけあればしばらく引きこもれるよ。おっと、もう返せと言っても返さないからね。引きこもってると誕生日とかつい忘れちゃうんだけど、こうして覚えていてくれるのってやっぱ嬉しいもんだね。せっかくだし今日一日は私に付き合ってよね。誕生日アンパン？いや嬉しいけど今日くらいはケーキでも。うわ、なにこれ、でかっ、重っ、ろうそくまで刺してるし。なんかもうすごすぎて笑っちゃうね。うん、最高の誕生日だよ。アンガト、さすがに一人じゃ食べきれないから、あんたも一緒に食べてよね。引きこもってると誕生日とかつい忘れちゃうんだけど、こうして覚えていてくれるのってやっぱ嬉しいもんだね。せっかくだし今日一日は私に付き合ってよね。もしかして誕生日プレゼントってやつ？しかもゲーム？これは嬉しいね。これはクソゲーって噂のやつじゃん。クソゲーってのは、まあいっか。あんたと遊べばきっと何でも面白いだろうしね。じゃあ牧場に行こっか。クリアするまで返さないよ。引きこもってると誕生日とかつい忘れちゃうんだけど、こうして覚えていてくれるのってやっぱ嬉しいもんだね。せっかくだし今日一日は私に付き合ってよね。